テオドロス一世、パレオロゴスは、東ローマ帝国地方統治者、モレアス先生校。皇帝ヨハネス五世、パレオロゴスと皇后へ、レネカンタクゼネパレオロギナの、第四子、マヌエル二世、パレオロゴスの弟。中世ギリシア語表記では、セオドロス一世、パレオロゴス。若年期をコンスタンティノポリスの父の下で過ごした後、一時期テッサロ二期の統治に携わる。 父及び兄マヌエル2世に常に忠実な立場を貫き、1376年の長兄アンドロニコス4世、パレオロゴスミカドの東国に際しては、父と共に東国の浮き目にもあっている。その後一族間の和平が成立すると、テオドロスは1380年に来なく死去した、モレアス先生公、マヌエルカンタクゼノスの後継者として1382年に、 モレアス先生高領に派遣された。しかし彼の着任はいとこ、デメトリオスカンタクゼノスの反乱によって妨げられることとなった。ラテン人、トルコ人傭兵を擁するデメトリオスとの戦いは熾烈であったが、1384年に彼が休止し終結した。事態を収集して、統治職に就くことに成功したテオドロスであったが、遠く首都から派遣されてきた。 彼に対する地元有力者の反発は根強く、特にモネンバシアに拠点を得ていたパウロス・マモナスは、ベネツィア共和国やオスマン帝国と独自に外交関係を結び、特に後者の軍事力を背景として帝国からの離反を図った。1394年、テオドロスが強行手段により、マモナスをモネンバシアから追放すると、オスマン君主はヤジと一世は、エブレノズベー、 ヤクブパシャラ将軍を派遣し、アカイア公、ペドロボルドデサンスペラントも同盟して、テオドロスを攻撃した。配下の武将の活躍でかろうじてこの危機を乗り切った、テオドロスであるが、先制工領や首都コンスタンティノポリスが置かれた状況に絶望し、西洋派ネ騎士団に先制工領の売却を持ちかけるまでになった。しかしこれには、ミストラス市民が反発、不主教を指導者に押し立てて、 騎士団の先制高齢接種を拒絶して、これを断念させたため、テオドロスも本位して、統治職に復帰した。テオドロスは、フィレンツェ出身のアテネコーネリオ一世イアチャイウオリの娘、バルトロメアと結婚し、その嫁子としてコリントス及び、周辺地域を獲得した。両者の間には、子供が生まれなかったので、兄マヌエル2世は、自らの第二子、テオドロス2世 パレオロゴスをその公認とした。テオドロスは1407年6月24日、修道士テオドレトスとして、ミストラスにて死去した。兄マヌエル二世はその死を痛み、弟テオドロスへの追悼演説を残した。ありがとうございます。